こちらの優しいバージョンの新しいところ、売ったおにぎり、おにぎり取ったと足の2段の使い方、これお話します。まずは、新しい売ったおにぎり、おにぎり取ったですね、そのまま叩きます。おすすめドラムですね。で、はじめ右でもいいんですけど左でも大丈夫です。売ったおにぎり、おにぎり取った、売ったおにぎり、おにぎり取った、これを7回です。で、5回、6回目、7回目、これですね。これが新しいところです。で、続いて足を2段踏む方法、お話します。で、これはポイントがあります。実はそこそこ速い場合ですね、1回の動きで足を2回踏みたいんですね。どうするかっていうと、こういう感じになります。足の動きは1回なのに2回音が鳴ってるっていう感じです。で、まあ、一番ちょっと分かりやすいのでいくと、1回目足のつま先あたりで踏みます。2回目足のここでドンと落とします。1回目、2回目、こうすると1回踏む間に2回叩いちゃうんですね。はい、もしやりづらければ、あ、やりやすければこう前に出ちゃってもいいです。こういう感じですね。これちょっとスライド奏法ってのがついてるんですけども、あのすごい速い曲にはこの叩き方をするとものすごく楽に踏めます。ただもしかしたら動かすとやりづらいかもしれないんで、このまま1回、2回、1回、2回、あ、もう感じで、かかと見ると2回なんで、かかとを上下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 ってなります。はい、以上となります。